ではアルバカーキです。アルバカーキはニューメキシコ州のゲートウェイタウンです。なのでほとんどの方、サンタフェにいらっしゃる方はもちろん、サンタフェにも実は飛行場があるんですが、小さな飛行機しか入ってきておりませんので、アルバカーキーから来られる方がほとんどです。で、アルバカーキーで一番有名な行事、皆さん聞いたことあります？バルーンフェスタという、10月の第1週の土曜日から次の週の日曜日までの9日間行われる世界最大級の熱気球大会なんですね。これですね、ギネスにも載ったぐらいの大きな大会で、1時間に約1000機わーって飛ぶんですよ。想像していただいていいですか？1000機って1時間以内ですから、ふっとこう上を見るともう空の、真っ青な空の上がいろんなカラフルのバルーンで埋め尽くされるんですよ。すっごくそれが圧巻で、もうぜひぜひご覧ください。朝7時になったらみんなバーッと飛んできますので、その前に会場に入っていただきたいので、サンタフェからだとだいたい5時に出発、朝の5時に出発です。アルバカーキーからだと、まあ、そうですね、6時か6時ちょっと前に出発したら、時間ちゃんと7時前には会場に入れます。で、このバルーンなんですけれども、バルーンがたくさん飛ぶだけではなく、その間ブースがたくさん出るんですよ。そのブースを冷やかすのも楽しいし、あと食べ物ブースがたくさん出るんで、もうぜひぜひぜひ、美味しい食べ物いっぱいありますので、食べてみてください。アルバカーキーはバルーンだけじゃないんですね。アルバカーキーができたのは、サンタフェから約100年遅れた1709年なんですが、できたのがオールドタウンという、まあ、サンタフェで言いますところのダウンタウンみたいな部分がありまして、そこがアルバカーキの発祥の地になっています。今はお土産物屋さんですとか、まあ、ギャラリーですとか食べ物屋さんがこう連なってるんですけれども、そこの周りを歩くのもとっても楽しいです。で、ここもやはりサンタフェと同じで、アドビっていう日干しレンガでできた建物がずらーっと並んでて、なんかね、ディズニーランドの一角に入っちゃったみたいな、そんな感じのところです。ぜひここもアルバカーキ通られるんであれば見てください。すごく楽しいところです。で、ここのオールドタウンの中にはサンフェリペデネリっていう教会もあります。この教会もこのちょうど町が建てられた1700年代に建てられたんですけれども、これはいつも空いてますので、中に入って教会の中を見ることも可能です。ぜひ行ってみてください。あとアルバカーキでもう一つおすすめのところがあります。それがペトリグリフナショナルモニュメントなんですね。何かっていうと、岩絵のパークです。歩いて見ていただかなきゃいけないんですけれども、本当もう町のちょうどもうほぼ中っていうか、ちょうどそうですね、町と町外れの境ぐらいのところにあるんですけども、歩いて回ると約1000年ぐらい前から400年ぐらい前までのインディアンと、あとはここに移住してきたスペイン人の移住者たちが残した岩絵がたくさん見れます。何のために描いたのかな、何を伝えようとしてたのかなって、そういう思いを馳せながら歩くとすごく楽しい場所です。ここはお手軽に行けて足場もしっかりしている岩絵パークですっていうのがあります。皆さん多分ローズウェルっていうと一番最初に思い出すのが UFO だと思うんですが、そうです、ここは UFO ミュージアムで有名な街なんですが、私たちは必ずカールスバッドに行くときにこのローズウェル通んないといけないんですね。まあサンタフェから行く場合には。なので UFO ミュージアムには立ち寄るようにしています。で、このローズウェルを抜けまして行くのがカールスバッドっていうところなんですね。
カールスバッドは世界最大級の鍾乳洞がある場所です。アルバカーキやサンタフェから行きますと南下していくことになります。このカールスバッドナショナルパークはここも世界遺産です。ニューメキシコ州には3つの世界遺産がありまして、その一つがカールスバッドナショナルパークになります。ここですね、一番大きな、観光できる場所が、ビッグルームというところがありまして、ビッグルーム、今見ていただいてますのが、これ自然にできた自然光なんですね。これを歩いて下まで行って、鍾乳洞がある場所までたどり着けます。だいたい普通の方だったら40分ぐらいで歩いていきます。中に来ますと、このようにすごく大きな鍾乳洞がありまして、ビッグルームと呼ばれている、私たちがこう歩いて回れる場所なんですけど、そこはなんとなんと全長 1.2 キロあります。だいたい1時間ぐらいかけてゆっくりとこう回っていくと、いろんな鍾乳洞があるのが見えます。これは約2億5000万年前って、この辺一帯がニューメキシコ州海だったんですよ。その海であったところがどん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 隆起してきまして、海の、海水がなくなった後、その後に鍾乳洞が長い年月をかけてできたところなんですね。で、今でもまだまだ新しい洞窟が発見されているっていう、すごい面白いところです。ここの中って一年中ずっと温度がだいたい15度ぐらいなんですよ。なので真冬はあったかいし、真夏はちょっと涼しいんですね。そんな場所です。あとここで有名なのがコウモリ飛行なんですよ。このコウモリ飛行ね、最初見た時本当に驚きました。先ほどの自然光がありましたでしょ、あの自然光から奥の方に、夏の間だけなんですけど生息しているコウモリが舞い出てくるんですよ。それがすごい、まるで煙のようにもく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 っと出てくるんですね。それを見れるプログラムが5月の末から10月末まであります。ではホワイトサンズです。ホワイトサンズは時間でいうとアルバカーキーからですと、5時間弱で行けるようなところです。ホワイトサンズって石鉱石でできてるんですよ。で、この石鉱石でできている砂漠というのは世界中にいくつかあるみたいなんですけれども、こんなに広いのって珍しいんだそうです。で、ここですね、どれぐらい広いかっていうと、だいたい大きさでいうと高知県と同じぐらいの広さなんですよ。もう見渡す限りずっと真っ白です。で、この真っ白なところある程度車で入っていけるんですね。なのである程度まで車で入っていって、あとは徒歩でいろんなところに行けます。ただしただし皆さんすごく気をつけてください。ここ毎年毎年遭難者がいっぱい出るんですよ。なぜかというとすごい風が吹くんですね。お写真で見ると見渡す限り綺麗じゃないですか。風が吹くと2メートル先見えなくなっちゃうんですよ。そうすると自分がどこにいるか分かんなくなっちゃうんですね。なので遠くに行くときには目印になるものをまず見て、あとはすごい砂漠なので乾燥してますので、パークがおすすめしてるのは4リットルぐらいの水を持つこと。でも普通の人4リットルの水持って歩けないですよ。なのでそこまで遠くに行くのはそんなにおすすめしない。で、ここでおすすめは何かっていうと夕日と朝日なんですね。これ絶
対に見てもらいたいです、夕日と朝日。なぜかというと、夕日の前ってどんどん砂の色が変わってくるんですよ。まずちょっと影を、砂の上が影になって、砂がピンク色になるんです。それから夕日がこう綺麗に見えるんです。もうこの景色見ていただかないとわからない、幻想的、すっごくロマンチックです。あと朝日なんですが、朝日もこれもおすすめなんですよ。やっぱり夕日とはまた砂の色が違うんですね。朝日なんですが、見れるのが、あの朝日が昇ってくるのが見えるのが冬の間に限られちゃうんですけども、でも夏でもそれは朝日で照らされる砂の色は違うので、ぜひぜひ朝も7時からパーク開くんですけども、ぜひ7時前には並んでいて、もう開園とともに中に入っていくっていうのを私はお勧めしてます。このホワイトサンズですが、ここで生きていこうと思ったら、動物たちって、動物も虫もすごく大変なんですよ。例えば爬虫類のトカゲなんですけれども、普通にですね、普通のトカゲがトカゲの色してたら敵にすぐ食べられちゃうんですよ。なので彼らはどんどん進化していって、コオロギなんかも白いし、虫も白くなるし、トカゲさんも白くなるし、なんかね、すごくこう見つけるとね、いやーやったー、こんなの見たことないっていうのね、すんごいもうね、私なんか興奮しますっていうことなので、ホワイトサンズは夏に来られるのもおすすめなんですが、1年通してすごくいいです。ただし春は風が強いので、ちょっと風が強いからしんどいかなっていうのもあるんですけれども、でも1年中 OK。 皆さん、ニューメキシコって実はまだまだいいとこいっぱいあるんですよ。この短い間ではご紹介でききれない。なのでぜひ一度足を運んでください。必ず魅了されると私は思います。お待ちしてます。ぜひいらしてくださいね。ありがとうございました。